クリス川木鉱石砲岩層と天然記念物指定石碑2019年8月12日撮影クリス川木鉱石砲岩層は和歌山県田辺市中辺地町北郡にある国の天然記念物に指定された表面に六角形の網目状の文様のある岩を含む砂岩層である一見すると蜂の巣のように見えるクリス川木鉱石は長い間 古代海藻の一種である古代アミモの化石と考えられていたが近年の研究によりパレオリクチオンは藻類そのものの化石ではなく何らかの生物の痕跡が残された生根化石の一つと考えられるようになったクリ,カワキ赤クリス川木鉱石方岩藻和歌山市クリス川木ウ石方岩藻の一クリス川木鉱石方岩藻の路頭2019年8月12日撮影 類似するパレオリクチオンの一種。2014年12月24日撮影。クリス川木鉱石方岩層は、和歌山県中部の田辺市中平地町北郡、麻富士根からホラダニにまたがって存在しており、はてなし山脈を水源として太平洋に注ぐとみた、川中流域砂岩の標高、約230メートル付近の山腹斜面に位置している。この場所は、 白浜方面から熊野本宮大社方面に向かう国道311号線の途中にある北群バス停から徒歩で40分ほど山中へ入った次の人工林に囲まれた急斜面にあるが整備された歩道はなく案内表示等も設置されていない。クリス川木鉱石は約5000万年前の深海に堆積したと考えられる。 新生代第三期の砂岩で栄岩五層の差し粒の仮面から算出するもので、砂岩の表面に足長鉢の巣のような六角形の網目状の模様が突板状に浮き彫りされている。六角形の大きさは一定しておらず、一辺が約5ミリメートルほどのものが普通であるが、小さいものでは2ミリメートルほどのものや、大きいものでは1センチメートルを超えるものもある。 この不思議な模様の化石らしき石が知られ始めたのは、昭和初期の頃で、動物とも植物ともわからず、1933年頃、地元の人が専門家の鑑定を求めて奔走し、地元田辺出身の地質学者である、京都帝国大学の小川拓司を招いてみたものの、現物を見た小川も鑑定がつかず、珍奇なもので何者とも言えず、さらなる調査が必要であるとして、 現場の保存を望んだという。その後の調査により、緑草類の化石パレオディクチオン A、ペイルアーディクトヨーンとして分類、記載され、1937年6月15日に国の天然記念物に指定されたが、近年の研究により、パレオディクチオンは緑草類の化石ではなく、生物が活動した痕跡、生ン化石の一つと考えられるようになり、 クリス・カワキッコウ石は、原生動物のトイレとも言われている。しかし、痕跡を残した生物の正体は解明されておらず、研究者らによる調査が続けられている。六角形の網目模様の形状を持つクリス・カワキッコウ石は、古くより、地元の人々の間では、網石と呼ばれ、知られているが、天然記念物に指定された、路頭付近一帯では今日、ほとんど見られなくなってしまった。 その一方で近くを走る国道311号建設工事の際には畳1畳ほどの大きさの喫光石が掘り出されたという。クリス川喫光石の標本は同じ中ヘチ町クリス川にある中ヘチコミュニティセンターと同県海南市にある和歌山県立自然博物館に展示されている。a b ナダ P999 A.B. クリス川木鉱石方眼層文化庁、ウェブサイト、2019年8月27日閲覧。A.B.C.D.E.F.G.H. 田辺ジオパーク、研究会、キーミンポー。A.B.C.D.E. 安藤、P.213. 和歌山県高等学校社会科研究協会、P.227。A.B. 辻。A.B.C. 品田 P、P.1001。 田辺ジオパーク活動履歴等、第8回中ヘチ高原からクリス川団丘、確認から、峰から2011年紀半島大津以外放落2015年12月19日2019年8月26日、閲覧、ますます富、ありがとうございます。